はい、おはようございます。今日も天気いいです。土日ですけどね、今日は今日明日天気予報でもうめちゃくちゃ晴れる予報です。で、今日はですね、最近始めたランニングをやりに来ました。で、この間はね、八木山のそのトレイルを走ったんですけど、今日はですね、青葉山、仙台のね、西側に、仙台市街のね、西側に位置して、そうですね、まあ割と南北に、ポコポコと山があって、八木山と青葉山っていうのは面してますね。で、そこに広瀬川が通っちゃってるんで、まあ、河岸段丘なんでね、だいぶ渓谷が深いっていうか、崖のようになってるんで、まあ、隣り合わせてるとは言ってもね、吊り橋みたいなので、まあ、渡ってるんですけど、まあ、道路を通ってるからね、なんとなくスムーズに、八木山と青葉山は、アクセスできます。で、初めて走りますね。で、どうしようかな。せっかくだから、青葉山を探検したいと思います。あ、結構いるんだね、人。さ、走ります。まあちょっとね、地図持ってこなかったけど、とりあえずね、適当にぐるぐる、走って、大体のその、なんて言うんだろうな、概念を、体と頭に叩き込みたいと思います。さあ、出発します。こんな感じでね、冬は、葉っぱが落ちてるから、眺めがいいですね。今日はね、筋肉痛が起きないような走り方をちょっと意識して走りたいと思ってます。まあ若い頃のようにね、バネを使えなくなってきたんで、まあなるべくギリギリのね、ラインで足上げとか、足首とかね、あまりこう反発、地面を蹴ってバネのように走らずに、まあペタペタと、省エネ走法でね、省エネ走法を身につけたいと思います。多分これ下ると三居沢の方に行くんだと思うんだよね。あ、でもあれだね。これは西に向かってる気がするな。違うかな。まあ、ちょっと一回下ってみます。化石の森までだいぶ下ってきました。まだ化石の森までたどり着いてないんですけど、沢に向かって行ってます。だいぶいい森ですね、青葉山。沢地形ですね。まあ、これがね、三居沢の、滝に繋がっていくのかもしれないね。結構水はそれなりにあるんだな。やっぱりこれだけ谷が深いと。水も溜まりますね。いい森だな。化石の森だって。まあ、足の口だっけ、化石が有名ですよね。行ったことないけど。よし、また登り返してみようかな。はい、やっと化石の森に近づいてきた気がするね。あそこは高速だね。まあちょっとどこのあたりなのか。56の方かな。いやー面白いね。この山結構広いよ。仙台市は残してんだろうね。
全然十分身近で登山が楽しめるね。トレランはいいね。やっぱりこう自転車の筋肉と走る筋肉って全然違うんで、走ってないと走れないんですよね。心拍は耐えられても。だから両方冬の間はトレーニングして、まあ夏もなんならランニング続けてもいいな。面白い。お、ここが化石のあれなの？へぇ。おぉ、こんな滝があるんだね。すげえ。これ不動尊公園の滝みたいな感じだね。この辺りはね、昔波打ち際だったみたいで、赤貝だとかハマグリ、カキ、フジツボ。で、ガラスみたいなのがね、あるのは石英だそうですね。まあ、どこにあるのかちょっとわかんないけどね。まあこうやって見たぐらいじゃわかんないね。すごいね、滝が。さっきね、通ってきた沢水がここにあるんだろうね。沢伝いに降りてきたら、まあ森からね、出てきちゃいました。で、ここはね、森の都ゴルフサロン仙台。まあゴルフとかもね、いい趣味だと思いますね。ただ、私一回だけ打ちっぱなし、一回っていうかまあ数回打ちっぱなしでやったことあるんですけど、まあ、そっからは続けなかったですね。まあ大体その都度、1000円ぐらいかかるっていうのと、まあなんか、そのゴルフをね、極めようっていう気持ちがその時はなかったのかな。いやーでもこういう天気のいい日に外に出られるのはいいね。まあ後でね、地図見てみますけど、これ56の方だと思うんだけどね。まあ自転車で途中までね、青葉の山のスタート地点まで来ちゃったから、どうしても登り返して、自転車回収しなきゃいけないんでね、このままふらふら、どこまでも歩って家まで帰るっていうわけにはいかないので、どっかでまた這い上がりますけど、とりあえずここがどこなのか確かめてきます。なるほど、多分これ西道路のとこですね。56に来たんだ、やっぱり。西に向かって駆け降りてきましたね。はい、やっぱり56ですね。これ北を向いてると思います。葛岡の処理場があるんで。うわぁ、すげえ、なんか随分高速かな、これ。渋滞してますね。西道路渋滞中。さあ、ちょっと山に戻ります。上りでなんとか心拍160、なかなかそれ以上追い込めませんね。はい、光の関係ですごい綺麗ですね、もみじ。さあ、あとはスタート地点まで戻ります。でもどうなんだろうな、いろいろ一通り回れたのかな。ちょっと入り口のとこに置いてあった地図で確認して、まだ行けてない走ってないところあったら回っていきたいと思いますが、いいとこだな、クヌギか雑木林。
なるほど。森の花園の方を下っていくと三居沢なんだな。よし、三居沢までは行ってみようかな。こんないい東屋がありますね。最高だ。木漏れ日があるし。よし、頑張るぞ。ちょっとバス通りに出てしまいそうなので、一回道確認してから、またトレイルに戻ります。道路に出ましたね。ここはどこなんだ？よし、ちょっと現在地を確認したらまたムービー回します。こっからも入り口がありますね。多分この先に私自転車止めてますね。わかった。だいたい位置感覚が。はい、またスタート地点に戻ってきたので、今日はこれから、今日はじゃないね。これから三居沢まで一回降ります。で、三居沢、こっち側から行けっかな。火炎岳、これね、毒ですからね。三居沢まで行って、登り返してきて、まあ、行きは下りなんでね、そしたら自転車を取って、まあ、少しポタリングしてって感じの予定で行きたいと思います。紅葉樹林でなかなか明るいところですね。やっぱ針葉樹、杉とかだと暗くてダメだな。こういう冬枯れしてるところはいいですね。夏はやっぱりちょっと鬱蒼としてそうだから冬だな、青葉山は。さっきね、カメラを持ったグループ10人ぐらいかな、会いました。やっぱりね、望遠っていうか結構なカメラをみんな首から下げて歩いてましたね。まあ、ああいうサークルもいいんだろうな。まあ、ちょっとお話しさせてもらいましたけどね、光の加減によってはいいとこだよって言ってましたけどね、何度か来て、もう知ってる、あの滝の存在を知ってる方だ、なんでしょうね。三居沢の、不動尊のとこの滝の話もしたんですけど、それもご存知でしたね。滝の形状なんかについてもこう触れてましたけど、やっぱりそういう細かいところ見てらっしゃいますね。お、ここはいいね、クヌギとか、なんかいろいろ。ここかな、花木広場。開けてますね。ハウチワカエデだ。これ紅葉すると綺麗なんだよね。ハウチワカエデ。やっぱり花木広場なんて読むんだかね。
イロハモミジ、ナナカマド、ナツツバキ、イタヤカエデ、ハウチワカエデ、コブシ、ヤマボウシ、エゾヤマザクラ、ツツジとかね、いろいろあるんだね。ツワブキ、ギボウシ、ああ、いろいろやっぱり草木があるんだね。花木ヒロ。さあ、三居沢まで行きます。あれ、なんかこれ、峠吹きに似てるけど、黄色い花が咲いてますね。なんて言うんだろう。吹きの葉っぱみたいなのに黄色い花が咲いてますね。よし。あれ、なんかうっかり全然違う方角に降りてますね。さっきの分岐だ。三居沢はあっちの尾根なんだね。まあまた今度かな。よし、とりあえず自転車のとこまで帰るぞ。じゃあ、花木の森から、ノンストップで、まあそんなにスピードはないですけど、心拍163ぐらいだったかな、チラ見したら。ノンストップで上がってくることできました。とりあえずね、こういうのを、まあ、一つの指標に持ってないと、次はね、どうかっていうのがよくわかんないからね。よし。花木の森から、とりあえず人登りしてきました。はい、あと自転車回収します。青葉の森、良かったです。また来ます。はい、今日もいつもの青葉城によって終わりにしたいと思います。小学生かな？なんかバスで来てますね。こういうのができるようになったんですね。まあコロナが収束した、兆しを感じます。青葉山を今日ね、トレランしてきたので、最後は青葉城ですね。いや、すごい観光客だな。まあ土曜日っていうのもありますけどね。まあ私は遠間から観察したいと思います。まあいつもね、来ることができるから、まあ何もね、その人混みの中にこう突っ込んでいくこともないかなって思います。はい、今日はね、身近な、まあいつもの山をね、トレランしました。結婚式っていうのかな？花嫁さんがいるね。最後、それを撮ってエンディングにしたいと思います。いや、すごい人だね。これはすごい人だわ。やっぱり観光地って感じがしますね。はい、というわけで今日もお疲れ様でした。いつものね、青葉城からお届けしました。まあ、トレランね、始めたことでまた新しいね、その遊びの幅、フィールドの幅が広がった感じがします。まだまだ近所も遊び尽くせそうですね。はい、お疲れ様でした。またよかったら見てください。最後にね、花嫁花婿っていうんですかね、結婚おめでとうっていう、その幸せな感情をお届けできたのでよかったです。